ユ、えーチューバーとして平均月収50万ほど稼いで生活をしています。今のチャンネルだけでは先が不安なのでいろいろなジャンルのチャンネルに挑戦しています。えー、メインチャンネルは Vlog や動物系です。兆候を集ながらひろゆきさんの切り抜きも始めさせていただきました。他に今後伸びそうなジャンルやガゼット通信の中で切り抜かので未来がありそうな人やうんこ以外で伸びそうなネタはありますでしょうか でも、岡田敏夫さんの切り抜けは結構伸びてるみたいですよ。あの人、やっぱその、知識が異常に、その、ま、あの、アニメとか漫画にあの偏ってる部分なんですけど、そこに関しての質はめちゃくちゃ高いので、なので、あの、長期的に再生数回るタイプなんですよね。あの僕、その、時事ネタ話すんですけど、ジジネタって1年後にはほぼ役に立たない知識なんですよ。 でもそのなんか、ナウシカの話とかって、あの、テレビでナウシカってなんか2、3年に1回やるので、で、2、3年に1回やるたびになんか、ナウシカで検索すると、岡田敏夫さんの動画が引っかかって、で、岡田敏夫さんのそのなんかナウシカの知識面白いみたいになったりするので、なので、あの、その、時代に左右されない知識を持っている人の切り抜きは、結構長期的に得するんじゃないかなと思います。はい。